煉獄はどこに行ったかな。さあ、何で書いてもいいかな。わかんなくなる。あとで黒で塗るよね。服？服。うん。はい、始まったんだよ。お母さんのハチオさんも入ってたよ、多分。うん、ハチオさんって誰だろうと思ってるよ、みんな。誰だろうなぁと。ハチオさん。叫んじゃった。またここに鬼滅が。発掘された。あ、18巻ないと思ってたんだよ。よし、この一番太いやつの出番は終わった。早い、終わるの。一番太いやつの出番は終わるの早い。じゃあ中間のやつ。レンタルコピー食ってないのかね。あ高いから。そうそう、でもさ、割とさ、一時期しかハマってなかったりもするわけじゃん。あとハマるのかも分かんないじゃない。 だから、お試しで何ヶ月かとかさ、全色揃ってるぐらいです。うわ、それすごいね。いいわ、それ、ね、日常でさ、うん、最後のとこでさ、うん、みおちゃんが漫画家になってたんだけどさ、はあ、そのペンネームが長野原大輔なんだけど、うん、シティの方で長野原大輔って名前が出てきたけど顔は出てきてない。へえ、そうなんだ。うん。まだ今日、夕方何時に行くんですか。4時から5時だから3時50分に、うん、裏の正門、正門、裏門に来いって。裏門、裏の門、裏業界の門。そう。どこの船津の。船津の行き方は、うん、ねえ、ん、船津の行き方は、船津の行き方とかもう言いたくないぐらいだよ。そうなの。なんかもう言うのがバカバカしいぐらいだよ。そうだね、大体わかったわ。もう分かった。だいたい分かった。いや、どこで、どこ団地行くときに途中にあるでしょ。ん、団地、団地って団地って伸ばすんでたとこ。うん、ん、団地最近行ってなさすぎてちょっとピンとこ。交番もクリエイトなんか交番もうピンときた。交番ってとこ。クリエイトの交番って何。交番クリエイトなんだ。そっちから行かないの。なんで団地の話なの。団地って言ってもその団地じゃない、うちが住んでる方の団地。ん、ない人第2号がいる。いや、ピンとこないの。どこの住んでるとこなんつーの。住んだことあるとこ。住んだぞ、住んだことあるとウケる。ピンと来てない人第2号が来た。増えた。いやだ、増えた。ピンと来てない。でも、団地に行ったでしょ。ピンと来てないやつ増えた。サンドイッチマン。え、船中に集まって何するの。そこ、その後どこで船中の何をやる。え、どこで何をやるの。クマ術。クマ術やんの。ちょっとやってみたい、うん、コックリさんとかやってみたくない。やだ、怖くてやだ。そう、錬金術とかやってみたい。あ、錬金術やりたい。錬金術師になりたい。うん、やればいい。いや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 、やればいいよって。理工学部だ。
何それ。そういうことだよね、ひとし。うん、はあ、そういうことなの。本当にあるの、実験するの。うん、いや、ただ実験するんじゃなくてさ、うん、ファンタジー世界に来たんや。ファンタジー世界、それとそれを融合させればいいんだよね。綺麗ですか。違う、魔法陣から何か出てきたりするようなやつがやりたい。だから理工学部行って勉強するんだよ。いやいやいや、どうすんの将来の家庭と職業はどうなるのさ。それをやったところで研究者の、何やしてたの、うん、あれでしょ、だってルミちゃんそういうそっち近いんじゃない。ちょっと違うから。誰ルミちゃん。ルミちゃん、ルミちゃん電気術師じゃないよ。違う、生物学だよ、この人。あ、生物か、うん、へえ、生物なの。素材とかじゃないんだね。ルミちゃんからこの話聞いたんだけど、うん、なんか研究職のアルバイト派遣にね登録したんだって、うん、でもまあブランクもあるしで全然こう求人が来なくて、うん、でなんか研修があるからちょっとそれ受けてみないかって言われて、うん、俺やることも忘れてるし、で研修受けに行ったんだって、うん、そしたらね、できなくなってたんだって。え、また聞いてきたよ、何や、どんどんって。そう、ね、何をやるのかと思ったらネズミをキュッと殺すことができなくなったって。キュッ、ドカーンと殺せるけど。でもほら、ドカーンと殺しちゃダメなんだって、やっぱりナタで叩いてるとかじゃん。いやいやいや、しかもナタで叩いてとかだとほら、血が出ちゃうでしょ、うん、きっと首を絞める。そうそうそう、殺す。キュッとやるらしいんだよ。そう、なんかそれを向こうがほら苦しまないようにやるらしいんだけど、うん、向こうって罪が。そうそうそう、それはそうだよね。やっぱりルミちゃんが昔はね、チューチューなくできたんだって。チューチューをチューチューなく殺す。だけどやっぱお母さんになっちゃったから。できなくなっちゃった。できなくなった、うん、ダメだわ。チューチューをチューチューなく。チューチューをチューチューなくできなくなった。そうそう、キュッとやるのはできなくなった。キュッとやるのはできなくなった、うん、ねえ、煉獄の目が怖くなりそうで怖い、うん、その人お母さん悪い人かと思っちゃった。ちょっと煉獄悪い人じゃない。その絵だけ見たと。なんでだよ、まるで話をしない。名前もね、だって煉獄。そうそう、なんか怖いし。名前怖い。なんか顔も怖いし。割といい人なのに。下の名前何？え？アツシ。どこ実家だっけ？東京だよね。っていうかこの家だよね。くるみにさ、どこ生まれとかさ聞いてみるとすごいよ。何々生まれで次行って次行って次行ってここみたいな。大変だね。ね。カホは大阪生まれの東京育ちって言ってた。そうなんだ。らしい。青山住んでみたい？いや全然もう。うん。面白くおかしくなくない。銀座には住んでみたい。銀座か。うん。あ、ちょっと住んでみたいね。ね、まだうちがね、銀座にあったらよかったのにね。お家が銀座にあったら。誰が？おじいちゃん、おじいちゃん。うん。死んだじいちゃん。死んだじいちゃん、会ってないじいちゃん。うん。お父ちゃんが会った時にはもう土の中だったじいちゃん。土。土。その言い方面白いね。生まれた時には土の中って死者が行くのは宇宙説は捨てたの。もう骨があって土の中、骨が土の中にある。土の中に一回入って宇宙に旅立つの。いや、まあ肉体は土ってだけ。肉体は土、はい。実験は取り使う意味ないな。中間までいいや。手汗すごいんだけど。
乗り越えときそうじゃない？ならない？よいしょ、できた？セーブ。うんうん、でも消してんのね。いや、今消し始めた。できた。できましたー。でってねー。かけた。そう、低いんだ。きました。チャッチャラーみたいな。チャッチャラー。などんそれはつければいいじゃん。ねえ。パフのチャンネル登録者8000人突破しました。おめでとうございます。おめでとうございます。1万人までもう。すごいな、1年。こんなにも1年もやんない。こんなにもさ、YouTuber 本人とさ、母がやる気ない。母がやる気ない。ひとし、裏方がやる気ある。YouTube じゃないよね。なんなんだろう。あー、もう一個欲しいかな。いるかな。なんか薄いやつ欲しい。ちょうど薄い感じ。でもクリーム色まではいかない感じだった。